神戸対神戸対は台湾人と日本人の血を引くアメリカ合衆国のポルノ女優である。身長160センチメートル、体重41キログラム。スリーサイズは81、56、81。対は台北で生まれた。生後5ヶ月の時にアーカンソー州の里親のもとに引き取られたため二重国籍を持つことになった。アーカンソー大学を卒業。 タイは1997年に映画俳優のマーク・デイビスと結婚したが、1999年に離婚した。2000年、彼女は妊娠を発表し、2001年初頭に2000グラムに満たない男の子が生まれた。2001年12月にポルノ女優として復帰し、ジェナ・ジェームソンと共演した最後の作品である、ジェンナ・ナラブズ・コーベを撮影した。それ以降、 彼女は表舞台から全く姿を消した。エイジやキャレラと並んで彼女は史上最も成功したアジア系のポルノ女優だったとみなされている。彼女は1996年にポルノ業界に入り神戸タイに改名する前はブレイクヤングもしくはブルックヤングという名前で活躍していた。世界最大手のビビッドエンターテイメントに所属しこの事務所で 初めてのアジア系の女優となった。初期の有名な作品としては、ショーン・マイケルズと共演した、エクセキューションズ、オン・バット・ローや、アレックス・サンダーズと共演した、ビビッド・ローニがある。アナルセックスや、レズビアンなどの過激なシーンもこなし、人気があった。彼女は、ポルノの撮影でも手を抜かず懸命に演じたが、これは、当時の女優では特筆すべきことだった。 ポルノ女優としてではなく一般の女優として、彼女は殺害されるストリッパー役で1998年の映画、ベリー・バッド・ウェディングに出演した。またトニー・ホークスのスケートボードを扱ったビデオザ・エンドにも出演した。このビデオには、彼女の他にもポルノ女優が数名出演している。さらにテレビショーのザ・マンションやザ・ヘルメット・カムショーに出演したり、マリリン・マンソンのアルバム、 メカニカルアニマルズに収録された、I don't like the drugs, but the drugs like me という曲にバックコーラスで参加したりもしている。ありがとうございます。